ラブ119、ジャパニーズバージョンヤヒデビュー曲、ラッキー、ブームブームベースなどをパフォーマンス。リーゼ初の地上波感、番組、リーゼサプライズライブが、9月28日、10月5日と2週に、わたって、朝日で放送される。リーゼの、ステージパフォーマンスを特別に番組化した、リーゼサプライズライブ。約300人のファンを目の前にした完全ライブ形式でリーゼのパフォーマンスを楽しむことができる。リーゼ&ファンからサプライズ連続でスタジオ姫？番組ではラブ119ジャパニーズバージョンヤヒデビュー曲ラッキーブームブームベースなどをパフォーマンス。リーゼの魅力である歌、ダンスを余すことなく披露する。そして、リーゼサプライズライブというタイトル通り、今回のライブには、サプライズが満載。ラッキーのステージでは、日デビューを祝い、ファンから祝福のサプライズが。ファンが突然降らせたサプライズシャワーには、パフォーマンス中のリーゼメンバーもびっくりしながら、これが、サプライズライブだ、と、嬉しそうな表情を見せていた。そして、リーゼからのお返しサプライズは、メンバー一人一人から送られる胸キュンな一言。ステージの上で繰り広げられる胸キュンサプライズに、会場のファンからは、歓声というよりは、悲鳴が上がる。さらに、ワンキスのパフォーマンス中には、メンバーがステージ上で自撮り。その動画も公開される。テラサ、テラサで、オリジナルコンテンツを続々配信。メンバー別、チッケム映像も番組は、動画プラットフォーム、テラサ、テラサと完全連動。9月27日からテラサでは先行コンテンツを配信中だ。こちらでは、入念にステージングや振り付けを確認するリハーサルの様子や、ライブを前にした各メンバーからのメッセージなど、1の放送を一足先に予習できる。そして、9月28日の番組、放送終了直後からは、放送編の見逃し配信がスタート。さらに、テラサだけのオリジナルコンテンツも多数配信される。初回配信分は、豪華なの盾。ある人気楽曲のパフォーマンスをメンバーごとに追ったチッケム映像のほか、地上波未公開 MC のメンバーも驚く。初告白トークなどが楽しめる。番組情報朝日、リーゼサプライズライブ09/28土曜日24時24、3010/05土曜日24時30分25時、放送後に TVer 配信あり、リーゼサプライズライブ番組サイトリーゼオフィシャル、サイトハットプス、RIIZEOFFICIAL.JP/